これはサンルームから外出しして路地植えしてあるドワーフオリノコの水芽ですが、サンルームから外出しする時点で水芽を2本採取していますので、これは3本目の水芽ですね。外出ししてからこれが2本目のまき葉ですね。これが展開すると3枚の展開葉になりますね。その左の木はサルスベリですが、この夏はドワーフオリノコとサルスベリはだいぶ競り合って伸びそうですね。こちらの対ベジタブルも巻き葉を新たに出してきていますので、もうすぐ3枚の展開葉になるでしょう。それの隣の細い幹のも、こちらにある太い幹のサルスベリーから育ってきたもので、これは対ベジタブルと競り合いそうですね。こちらの銀バナナも巻き葉のひげが覗いていますので、もうすぐ三枚葉になるでしょう。サルスベリのつぼみが出てきていますね。サルスベリーはクロアリを呼び寄せやすいので、今これらのバナナが植わっているあたりもクロアリの巣だらけだったのを、ある程度掘り上げてクロアリを他に散らすようにはしたんですが、まだまだ クロアリがうじゃうじゃいますので、まあバナナにどういう影響あるのか、これから観察していかないといけないんですが、何しろ花木をやたらに植えると、この畑ではクロアリがものすごく増えますね。フェイジョアもほとんど花が落ちてきましたが、このフェイジョアとかアンデスの乙女の根元にもクロアリがたくさん巣を作っていますね。
ドワーフオリノコのそばにある大きめのサルスベリをカナイが植えてからクロアリがなんか増え始めたんじゃないかなと思うんですね。その後は花木を植えるごとにクロアリがこの畑をなんか占領してきているような感じですね。クロアリの繁殖はその他の植物の生育にとって、まあ、影響ない場合もあるし、相当の影響を及ぼして植物がうまく育たない植物もあるんですね。まあクロアリを全面的に駆除するのは困難ですので、共存する方法を考えないといけないんですが、まああれこれ考えてもよく分かりませんので、育つものは育つし、ダメなものはダメなんだと諦めて育つものを栽培するよりほかないですね。まあこれだけクロアリが繁殖するということは、まあそれなりの理由もあるし、クロアリの存在理由もあるんでしょうから、人間の方であれこれ余計なことを考えてもしょうがないなとは思っていますね。